number 5, 4, three asterisks there. Right? It's problem for more sophisticated. For the more sophisticated and elaborate exercise, I elaborate with my students. These kind of problems generally require deeper physical insight or more extensive thought, and will be of interest principally to the better student. というような内容で、問題文は The speed of a rifle bullet may be measured by means of a ballistic pendulum. The bullet of known mass M and unknown speed V embeds itself in a stationary wooden block of mass N, uppercase N.Suspended as a pendulum of length L or uppercase L, this sets the block to swinging. The amplitude of X swing may be measured and, using conservation of energy, the velocity of the block immediately after impact may be found. Derive an expression for the speed of the bullet in terms of.Lowercase m, uppercase m, l, and x. ということで、問題文にはこんな風に質量 m の振り子があって、ここに v で、質量 m のブレットが飛んでいって、体化して、それが x amplitude is x でスイングすると。Before, after. はい。それで、運動量保存速より最初の速度の関係は。右側とか左側を X 方向右側にしかプラスとするとマイナス MV プラス0イコール M プラスマイナス M プラスラージ M プラススモール M でなんか V なので V イコール M プラス M 分の MVというのがまあ一つとこちらは運動量が保存するのでこうですとでエネルギー保存速を使うときにペンデュラムのスイングというのをちょっとモデル化して考えてあまりにも拡大したことによる問題を考えると位置エネルギーに直そうとするんですけどそうするとここの角度っていうのがではこの距離っていうのが、リニアではなくなって角度はリニアですけどこの角度の問題になって角度をしっかりと測らなきゃいけなくなっちゃうんでだからそれをするために多分この L っていうのは
はとってもこの X に比べて長いと。It's good enough. There's a good enough reason for thinking about this. It is much, much larger than X. ということで禁似してしまいます。でそれでこれ2つあるのはまあだからここの振動が小さくなるように、してある。で2つありますけども、これは質量 M のやつが M プラス M のこういうのは。スイングしてるのと同じなのでその時の問題はどういうふうに考えるかっていうのをやってみたことがあればすぐできるのかなと。でここシーターとしてここに見ますと重力がでこの張力がこうあってこの方向には動かないから張力はバランスしていて、ただしこの方向への射影でトラジェクトリーが働くので、コサインテータかかります。それで、すなわちこの張力がこいつに働くこのじゃあこれはこう動くんですけどここに沿って円周上動いてるんですけど速度を与えてこれっていうのはドンとです。ドンと use this でこれは非完成形で、今見てるのはコーディネートがこのペンデュラムに対して静止しているステディス、ステイスティルな人が観測しているオブザーブしているものを見ているの でここと一緒に動いて非完成形で考える時は円運動の問題を解く時の方程式を一つ与えるのには有効なんですけども、今速度を出しちゃうと面倒くさいことになっちゃうので、運動方程式を立てる時にはもう一つまずはこういうふうに失点のある座標形を決めて、その座標形に基づいて失点の力関係とを出すと。そうしたときに、M プラス M、この方向を X にしたら、X2 ドットイコール、この方向に力を置きます。で、この方向のマイナス X 方向ですね、に力を置ける部分がありまして、それ以外には、重力は鉛直方向、バーティカルなんで、ホリゾンタルにディレクション、ホリゾンタルディレクションのフォースは、オンリー T サインテータです。で、符号がマイナスなんで、マイナス T サインテータ、イコール、マイナス M プラス M、G、ここで変形してしまいすぎるとこのシーターっていうのはかなり小さくて X っていうのは L より十分小さいのでこれノーティスです。なあちコサインシーターこの時は2ありイコール1、ここ2ありイコール1に持っていけるし、サインシーターっていうのはここ X です。これを X の関係に持っていくには、X イコール T、L、L サインシーターなので、サインシーターイコール L 分の X です。従って、